英国で慈善団体を運営する黒人女性が先月末カミラ王妃のレセプションに招かれた会場で白人女性が国籍を訪ねる英国ですと答えても質問は必要だったアフリカのどこ出身本当はどこから来たのトータ・スーザン・ハッシー氏は貴族出身 9月に死去したた。エリザベス女王の側近だった黒人女性が BBC 放送の取材に「尋問のようだった」と不快感をあらわにすると王室はすぐ対応する「発言は受け入れられない」とコメントを出しハッシー氏は王室の職を辞した「人種や人権に対する敏感さが前より求められる時代なのに」 この種の問題は世の東西を問わずに起きる我が国には少数者を揶揄する発言で物議を醸す政治家がいたブログに「アイヌの民族衣装のコスプレおばさん」などと投稿していた総務政務官の杉田美代氏である「LGBT に生産性がない」とも述べ 4年前から批判を受けてきた個人である政府もさすがに危機感を覚えたか総務省は先週末発言への謝罪と撤回を指示しただがそんな人物を政務官につけたのがそもそも妥当だったか判断はまたも遅きに失したように見える。